ナミさんお疲れ様です。今回はお金と時間の話でしたね。私もね、これね、よく思うことがあります。お金と時間どっちが大事なんだろう。これ時に応じては、時間よりもお金が大事だったりはするんですよね。でもやっぱりトータルで見ると、お金なんかよりも時間の方が大事なんですよ。まあ単純に言うとですね、お金って稼ぐことができるけども、時間っていうのは基本的に稼ぐことができないんですよね。地球上の人類、誰をもってしても、じゃあ、1日が30時間になりましたって人はいないわけですよ。もしそれがあるとしたら24時間をものすごく早く動いてね、24時間の中でできることを増やすってことはあるかもしれませんけども、時間短縮をしたりとかね、そういうのはあると思いますけども、基本的にはね、お金は人間が作り出すことができますけども、時間はね、人間が作り出すことできませんからね。でもその時間短縮のツールってのを買うっていう方法ありますよね。例えば移動のために歩いていったら時間かかるけども、車や新幹線ならその移動の時間をね、お金で買うことができて、移動時間短縮になるよね、みたいなことがあります。スマートフォンとかもそうですよね。やっぱり手元でいろんな調べ物ができたりとか、コミュニケーションができれば、実際は人に会いに行かなくちゃいけない手間を省くことができるっていうことで、まあそういった面ではね、まあ、お金でスマートフォン買った方が、インターネットの契約をした方が、時間をかけるよりも安上がりってことはあると思います。まあ、よくわかりやすい例として、街角で、ちょっとアンケートお願いしますとか言ってね、アンケート答えるのに、まあ15分とか使いましたですからね、アンケート答えれてよかったなで終わりなのか、それとも、街角で歩いててね、でいきなりね、1500円くださいって言われて、1500円なかなか払わないと思うんですよ。で、こうやって比べた時に、街角で声をかけられて、15分時間を使うのは気軽に使っちゃうけども、1500円くださいって言われたら1500円あげないんですよね。そう考えていくと、私たちは、その、感覚っていうのはね、金銭感覚と時間感覚ってのは入れ替えるべきなのかなと。要するに、まあ自分の人生に全く意味がないのに、誰かのアンケートに答えるってことに対して、15分を使うってことは、人生の15分がもう二度と戻ってこないってことを考えたらね、多分人生最後の瞬間にその15分使わないと思うんですよ。そうなんですよね。だから時間とお金の感覚を、まあより明確にするためには、じゃあ今日中に自分の人生が終わっちゃうよとかね、3時間後にはもう死んでしまうよっていう時に、どのぐらい時間とお金のバランスをね、考えるかなんですよ。多分、残りの人生3時間だと思ったら、有り金全部は使うと思うんですよ。ね。でも、時間はものすごく大切にすると思うんですよ。あと2時間しかない、あと1時間しかないみたいな感じで、1分1秒大事にすると思うんですよね。でも私たちはまだ、人生のギリギリ最後の数時間を送ってるわけではないっていうふうに思ってますんで、時間の方がまだ手元にたくさんあるような気がします。どちらかというとお金の方が手元にそれに比べるとないような気がするんですよ。だからお金は払うけども時間は払わないよっていう感覚ではなくて、逆にですね、時間は使ってもなるべくお金使いたくないなと。まあ、例えば私のね FX オリガルヒっていうこう塾がありますけども、 FX オリガルヒの価値は分かってるんだけども、なかなか入塾に踏み切らない方がいるんですよ。もうちょっと自分でやってみますみたいな感じでね。でもそうやって1年間経っちゃいました。1年間どうでしたか？一人でやってみて FX 出口が見えましたかっていうと、やっぱり見えてないわけですよ。だったら FX オリガルヒにポンと入った方が、もう早めに稼ぐ、そのレールには乗るっていうこともありますんでね。まあそういった意味を込めて今回 FX オリガルヒの夏季講習をやったんですけども、この夏季講習を90分受講された方と、やっぱりそうではない方っていうのはやっぱり大きな差がつくと思うんですよね。特に90分ライブで参加された方。ライブで参加された方っていうのはやっぱりこう、気持ちの動きが違いますよね。アーカイブで見る方よりも。だからライブの良さっていうのはそこにあるわけなんですよ。もちろんアーカイブもそんな価値が低いわけじゃないんで、今ね、販売をしてますけどもね。ちなみにね、アーカイブの販売10件限定でしたんですけども、すぐ売れたんで、プラス3件で、合計13件で売ったんですよ。で、残り1件になりました。残り1件になるとなぜかね、問い合わせが急に止まったっていうことになりますけども、まあまだ販売して3日目なんで、もう一売りしていこうかなってところですけどね。はい、いろいろと詰め込んでお話ししましたけども、私なりにね、時間とお金、大事な時が、時間が大事な時とお金が大事な時ってこうね、行ったり来たりするわけですけども、うん、まあ確かに相対的にどっちがいいかなと。お金を払うよりも時間をかけた方がトータルで、御の字になるかなって思えば時間を使う時もあるかなと思いますけども、基本的にね、お金を使った方がいいっていうふうには結論になりますね。はい、今回ね、皆さんもお金と時間のバランスについて、どっちかって決まるもんではないかなと。その時に応じて大事なものっていうのは変わったりするんだなっていうふうに、まあ、思い直すことができたんじゃなかろうかと思います。でも基本的にはやっぱりね、時間は大事ですよ。なんか過ぎた時間戻らないですからね。じゃあ10代の頃に戻りたいって言ってもなかなか戻らないですからね。なんかお金を払ってサプリメントとか買うとちょっと肌年齢が3歳ぐらい若返るかもしれませんけども。はい、ということで時間大切に使っていきましょう。2023年の夏もあとわずかでございます。お疲れ様です。